月一ゲストレッスン。皆さんこんにちは、高橋としみです。そして今日はですね、セラプロに来ていただきました。よろしくお願いします。さあ、私たちはですね、今日ハンズゴルフクラブに来ております。はい、初めましてですね。はい、よろしくお願いします。はい、やっとあのウームゴルフに出演してから、はい、トシミンに会えました。いや、ありがとうございます。はい、生トシミンです。ありがとうございます。嬉しいです。いつもあのしんじちゃん、かえでちゃんとかね、はい、皆さんレッスンしていただいてるんですよね。ありがとうございます。で、今日はですね、はい、月一ゲストレッスン、あれ初めてですか、参加は。参加は初めてです。お、はい、このコーナーはですね、はい、毎月素敵な素晴らしいゲストを呼んでおりますので、はい、ちょっと緊張されてますか。緊張してますね。緊張してますか。はい、あの月1ゲストレッスンで僕出てきましたけど、はい、僕じゃないですもんね。はい、レッスンするのは僕じゃないですからね。そうなんですよ、はい、今日もね、また違うスペシャルゲストに来ていただいておりますので、ね、はい、緊張ですけど、はい、はい、ど緊張の方が来ていただいております。はい、早速、私も緊張してますね。早速登場していただきましょう。どうぞどうぞ、真ん中に。はい、谷原プロに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっとなんでこんなに緊張してるか。あの大先輩で大先輩です。はい、ということで、谷原プロ、はい、今回ウームゴルフ、はい、初めて来ていただいて、はい、ありがとうございます。で、谷原プロのですね、 YouTube やられてるんですよね。はい、やってます。はい、なんで今回はなんとコラボっていう形で、はい、はい、やらせていただきますので、嬉しいです。よろしくお願いいたします。初コラボぐらい、多分。お、本当ですか。うん、他の YouTube さんと誰ともやってないんで。本当ですか。はい、いや、嬉しい。初めてです。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、あ、まあ、大先輩で、あの僕が大学在学中にあのオーストラリアの合宿でご一緒させてもらったりだとか、あの、はい、その時から、まあ、僕が、ゴルフ始めたの10歳なんですけど、もうその時から見てるスーパースターなので、はい、大緊張ですけど、はいはい、噛まないように頑張ります。あ、ごめんなさい、もう私噛んじゃいました、すいません。失礼しました。はい、ということで、谷原プロはなんとですね、はい、通算16勝。16勝、はい、素晴らしい。はい、ありがとうございます。昨年も優勝2回してますね。はいはい、2回しました。確か JT カップとビザ太平洋マスターズですかね。はい、あの18番の私なんかチラッと見たんですよ。チラッとだけ？チラッとちょっと見させていただきました。いや、もうびっくりしました。あのバーディーパット何メートルあったんですか？あれは多分ね、7、8メーターぐらい。あれを沈めてバーディーで優勝確定という、うん、あの18番のここに入れなきゃっていうのすごい緊張するじゃないですか。はい、しかも、まあ、プロの皆さんは多分入れに行くかもしれないですけど、うんうん、我々からすると入れに行く距離ではないと言いますか、うんうん、あそこを入れに行くってどんなお気持ちだったんですか。いや、でもあれを入れないとプレーオフになって負けるなと思って、はいはい、本当にあれはガチで狙いに行って、はい、まあ、うまく入ったからよかったけど、はい、多分プレーオフしてたら負けてました。本当ですか。はい、いや、謙虚ですね。はい、なので皆さんもね、その動画ね、ぜひあの探して見てみてください。はい、ということで、今回はですね、月1ゲストレッスンということなんですけども、はい、毎回ですね、皆さんプロのスロー動画を撮っていただきまして、うん、はいはいはい、ご自分で解説、そうです、していただいて、ちょっとここは好きとか、ここはちょっと直したいんだとか、いろいろ厳しいな、好きなところないからな。いやいやいや、でそれプラスでプロで、あの須藤プロにもですね、解説していただきたいと。あらあら、恐縮ながら。あらあら、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では早速スローから撮っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、谷原プロのドライバーショットが撮れましたので、早速スロー見ていきたいと思います。はい、ちょっとこうやってスロー見るのは、いや、しょっちゅう見るけど、見てますか。うん、好きじゃない。あ、そうか。ちょっと再生していきますね。はい、はい、おー、ちょっと戻しますね。はい、ここからもう少しゆっくり見ていきたいと思います。はい、すごい。なんかスロー再生でも、うん、なんかキレが分かるぐらいの感じですね。うんうん、本当に、はい、ちょっと褒めすぎじゃないの。先輩だからって。違います、違います、はい、心の声、心から出ちゃった。あ、本当、本当、はい、本当、プロ
速いじゃないですか、はい、ヘッドスピード私では見てると分からないんですけどもこうやってスローで見るとようやくあこういうスイングされてるんだなっていう、うん、ちなみに肉眼と違うよねスローはねそうですそうですちなみにこれ前から見ていただいて、うん、あのちょっと解説していただいてもよろしいですか、はい、構えで意識してるとことかありますかあ今はある、うん、ちょっと昔と違って、はい、今までは、うんまあ、腰の位置をあんまり気にしてなくて、うんはい、今は右腰をちょっと、はいまあ、高く高く、うん、高くっていうのはどういうことですかだから構えて、はいまあ、横から行くと、まあ、こうやって、はいまあ、リラックスした状態で今まではこう構えてたけど、うんうん、ちょっと右腰を高く、うん、ちょっとこうイメージは高く、はい、そうすると左足に体重乗ったりはしないですかいやまあ高くしても、まあ、同じセンターをただこうなんか、はいうん、少し張りを持たせるような感じそう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 こうやっぱりダウンスイングで悪い時こうやって寝ちゃうから、うん、これがずっとそう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 こういう癖があるから前に出る、はいはいはい、それを高くすることでちょっとまあ減ってくるかなじゃあそれをこうダウンスイングから意識するっていうよりかはもう構えの点でもう最初からそうなりにくいようにしていくことの意識そうそうそう、うん、初めて聞きましたそうでしょ俺も初めてやってんの実際やってみてどうですかそのいやまあ、はい、そのこう骨盤がやっぱりこの 寝て右足が出るっていう動きは、まあ、確実に減ってきてる、うんおうん、ちなみにどこら辺ですかもうこの腰をちょっと高く骨の部分ですかそうそうそうここですねあへこの出っ張ってる骨の部分だそうです、うん、皆さん、はいまあ、後ろでもいいけどね後ろでもお尻のちょっと上の方、はいお尻の上の方、うん、はいちょっとこのままテイクバック見ていきましょうおそんなにあれですね深くないと言いますかうんなんかあの、はい、クロスしたくないから基本的に、はいはい、でどっちかっつったら、うんまあ、シャローめにクラブを持っていって、うん、そこからどっちかっつったら立ててくる、うん寝かしたものを立ててくる寝かしたものを立ててくる、うん、これどういうことでしょう一つ、はい、今トシミンから、はい、あの深くないですねっていうこともあったと思うんですけど、はい、それって多分このシャフトの位置を見て今そうですそうです私あのこのヘッドの、はい、意外とあのそうですあのプロの皆さんアイアンはそんなことないんですけど、はい、ドライバーは結構オーバーメインに入ってる方が多いイメージあるもしかしたら女性の方が多いかもしれないです、はいはい、女性もあるからね、はい、意外とね女性の方が多いかもしれないただ多分このクラブが今その、まあ、オーバーにはなってないんですけど、はい、隙間谷原プロの後ろのロゴのマークがもう見えるぐらいまで来てるんで、うんうん、背中は回ってる背中はかなり回ってるんですよ、うん、ここは結構アマチュアの人は勘違いしやすいところがあって、はい、シャフトが行ってないシャフトラインだけ見ちゃって、うん、体が全然回ってないみたいな感じが多いんですけど、はいはい、でもこれやっぱキレも出すしパワーも生まれる要因にはなってると思うんですね。意外と回ってるね。意外と回ってる。粘点の粘点力というかパワー溜めてるところは、はい。次も行きましょう。後ろからも。うん、ナイスショットでしたね。ありがとうございます。まっすぐ。はい。まっすぐ網に刺さりました。もうちょっと。刺さもう少しゆっくり見ていきたいと思います。で少し立ててっていう意識なんですかね、うんうん、これでもちょっと、寝てるぐらいまだもうちょっとこう、はい、前っていうか、はい、それがやっぱ寝てしまうと先ほどの、うんいやあのドローが強くなるから玉筋からっていうところでそう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 うん、わー綺麗ちょっとドローかなっていうこの下ろし方だとちょっともう本当に私の目では全くわからないぐらいの誤差に見えるんですけどもまあ去年から打ってるのは軽いフェードぐらい、うん、まあでもたまにドローみたいな打つのは、うん、持ち球はフェードまあ昔はスライススライス20代の頃はスライスもうドローなんか一切打てなかったからあ、まあ、そこからまあオーガスタ行ってやっぱドローが打ちたいってなってから、
永遠のスイング改造みたいな。それやっぱりその海外では距離が必要になってくるとかそういうことですかね。距離、まあ距離ね、もうそうだけど、まあ正確性かな、やっぱり一番は。はいはい、どんなシチュエーションでも自分がこう狙ったところに行けるっていうところが一番になってくるんですかね。あのこの先ほどあのシャフトのラインでこう少し寝かしてまあシャロー気味から立てるってあったんですけど、ベースの部分で意識されてることって何かあったりするんですか。いやでももうでも捕まるねフェース向きだし、そこはじゃあテイクバックからは、あ構えからテイクバックの位置だったり、もうグリップだったり、もうグリップで決めてこのぐらいとか。でも昔はやっぱりまあ思いっきりもっとフックにしたり捕まるように、でそこからもっとシャットにやったり、いっぱいやってきたけど、やはりここでまあシャロー、シャロー目に置くことでそれがさらになんか優しくなった、それも球筋のコントロールにやっぱりつながってる。ああ、つながると思う、なんか今すごく寝かしてみたいなのがなんか流行ったりしますね。そうですよね、そうですよね。やっぱこうフェースが自分自身でコントロールできる形っていうのをやっぱり、まあプロの皆さん、いやプロもそうですけど、こう探してって作っていってるっていう感じですよね。どうですか、ご自分で見て。インパクトの時にもう少しだけ、この部分ですか。そう、はい、そうね、もうちょっと足が後ろ、左足がね伸ばしたいっていう、ね、ちょっと体重が乗ってない、まだ左に、はいはいはい、ぐらい、フェードとドローだったらまた微妙に違うから、はい、フェードだったらもう少し、まあ、足も伸びてくるし、はい、ドローだったらやっぱりちょっと待っちゃうからちょっと遅れちゃうんだよね、これね。テイクバックゆっくりいきますね。でこの右の、まあ、それこそ腰の部分ですね、先ほどの張りを持たせてたっておっしゃってたところだと思うんですけど、ここが本当一切ずれない、正面から見た時にあのこう右に動いたりだとか、そう、まあ、そういうところのずれ、正面から見た時の横のずれっていうのがこう全く起きない、でその中でこれだけこう捻転ができるっていうところが、ここですね、はい、あ、本当ですね。全くこう正面から見た時に左右にずれないじゃないですか、まあ、それだけこう身の関節こう入っていたりだとか、回転捻転できたりとかだと思うんですけど、やっぱここはすごくテイクバックで大事だと思うんですよ、大切だと思いますし、まあ、僕自身が結構動いちゃうんですよね、右腰が最初にこう指導で動いちゃってから回るっていう、ずっと気にはしてるんですけど、なかなかあのこう谷原プロのように動けないっていうところが、すぐ後ろに引けないんだ。あ、そうです、そうです、そうです。で結局手先で上げてって、ちょっと僕の場合だと、クラブがシャフトがちょっとオーバーになっていってタイミングがずれるっていうのが、でもそれが合うか合わないかだから、そうです、最終的に。いや、もともとでも左、なんかね、一軸とかこうもやってたし、それがやってたせいでその、まあ、こっちにトゥーマッチになってた時もあるし、だからやっとなんかセンターに入れるようになってきた、逆に多分昔の、多分ここ 2,3 年とかだったらもうこういう、もうちょっと左に乗ってる、動画の方が多いかもしれない。今もスイング改造されてるんですか。やってますよ。あ、やってるんですか、はい、今はちなみにどんなことを。だからまあ腰を高くしたり、まあ、あとやっぱりその振り抜き方向とかで、そのまあ球を、どういう風にしたら、まあ、ドローとかフェードとか打てるっていうのが、まあ、ここ最近ぐらい本当に、この動かし方をすればこういう球出るんだみたいな、が分かってきたみたいな、だから常に、どういうクラブの動きをすればこういう球が出るんだなみたいな。ではですね、谷原プロにドライバーでちょっと意識されてるところを実際にちょっとですね、構えながら教えていただきたいと思います。はい、まずは、まあ、アドレスでその、まあ、この腰のポジションを高くしている。昔だったら構えの時点でもう楽な姿勢、まあ、こんな感じ、ちょっとだらーみたいな、はい、もう丸まってもいいぐらいの感じを、まあ、ちょっとこれをこういうふうに高くすることで、まあ、足のラインは逆にこうならないんで、綺麗に
ピンと立てるようになる。結構張りますよね。ちょっとお尻が張る感じですね。お尻がこうピンとこう張ってる感じがありますよね。そのぐらい持ち上げといて、うん、まあ、テイクバックはやっぱり手で上げるとこっちに入ってくるんで、はい、もうこれは何も使わずにまっすぐちょっと外気味でもいいぐらいの方がこうレードオフになりやすい。インサイドに来るとやっぱりこういう風にクロスに、うん、なりやすいから、ちょっとアウト気味、イメージはアウト気味に上げてレードオフ、はい、で切り返しはこの腰をずっと同じ高さでこう、同じ高さ、回していく、逆に高くするぐらい。これでも皆さん下の方に下げちゃいますよね、大体。 そうしたらこう後ろに寝ちゃうんで、はい、この骨盤が寝るとクラブが後ろに垂れ下がるんで、あ、なるべくこのレードオフからこう高くすることで、こう正面からボールを、あ、本当だ、高い、逆にこの位置から立ててくるみたいな。あ、うん、でもそうするとやっぱ腰のキレとかもちょっとこう腰がこう切れるというか、回転っていうのがちょっとこう、あの、回転しやすくなるような、うん、だから、まあ、練習だと言えば、はい、もうこの高い位置をもう本当にこういう、うん、こういう練習みたいな、あ、まあ、一発ってみましょうか、はい、だからもう早くこう上げたいみたいな、はい、右足を、うん、こういう意味、うんうん、まあ、そこですかね、今気にして練習してるのは。うーん、あー、まあ難しいんですよね、本当に。そのまあ、それが合う人なのか合わない人なのかっていうのはやっぱりもう2パターンに大きく分かれるんで、やっぱりこちらにインサイドに引いて体を一生懸命回したいっていう人がやっぱりこうアウトから来やすかったり、それをアウトに上げろっつってもなかなかそこから前に戻してこれないんで、だから本当にまあちっちゃい動きでやる、うん、もうこのぐらいから、そう、もうちっちゃい、もう外に上げてレードオフにして、うん、体の正面で、だからどっちかって言ったらもう前から結構こうやって下ろすんで、うん、スライスのイメージ強いんですけど、うん、でももうシャフトがここまで寝てるんで、この寝てるっていうのはもう捕まる状態なわけですよ、うん、立ってると捕まらない、寝てるんで、寝てるものを立ててくるんで、まあ、ここで相殺されてまっすぐになる、はい、うん、だからスライスっていうか、まあ軽いフェードみたいなイメージを練習されると、まあ実際コース行ってそこまでできるかっつったらできないんで、まあそれでちょうどいいのかなみたいな。もうシンプルであればいいです。ただここでクラブが立って寝てとかやっぱり難しいんですよ、もう寝かすっていうのは相当脱力してやんないと、はい、多分寝ないんで、うん、なのでまあシンプルにまっすぐまっすぐって言いますけど、まあそのプレーンがずれなければ僕はそれでいいと思います、はい、まあ、もうどんだけ外に上げようが、うん、でもここでレードオフになってる、うん、でもそこから同じプレーンで来ても、うん、まあ最終的には当たるところまっすぐだといいので、うん、別にインに上げようがそのままインからこう降りてくる人は僕は OK だと思います。だからまあインに引いてもここからこのインからインサイドアウトでドローをずっと打ってる方が僕はゴルフとしてはかなりいいと思います、はい、はい、ということで谷原さんのドライバースイング解説ありがとうございました、はい、なんか貴重な動画になりましたね、はい、よかったです。はい、皆さんのためになれば、はい、とても勉強になりました、はい、この部分をちょっと意識していきたいと思います、はい、でこの後ですね、はい、私谷原さんのですねチャンネルの方でレッスンしていただきたいと思います、はい、はい、そうですね、羨ましい、それも貴重ですね、本当に恐縮です、はい、悪くなっちゃったらどうしよう。いや、そんなことないです、はい、はい、ということで皆さん概要欄の URL からぜひチェックしてください、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあ真ん中のカメラに向かってバイバイ、はい、
動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。また見てください。